はい、皆さん、こんにちは。わかチャンネルです、えー。今日はパート2の1日5問の第30弾。記念すべき30弾となります。ポイントの1ですが、最初の3号に集中しましょう。特に疑問詞ですね。えー、when とか why とか how much とか、そういうのを聞いてくださいね。そして、ポイントの2ですが、a、b 聞いた時点で絞っておいてください。a か b どちらかに絞っておくということです。そうすることによって、c を聞いた時点でまた2択ということになります。2択が2回というイメージでやってみてください。で、ポイントの3。 今日でですす。が番番番最後の27番から31番ですつまり難しい語彙がたくさん登場します。なので難しい語彙が流れた時点で結構そこで詰まっちゃう人がいるんですけど基本的にはそれは飛ばしてくださいで。もし可能であればその語彙の意味は分からなくていいんですけどその品詞ですね名詞だとか動詞だとかあ、これ多分名詞だろうなとかあ、これ多分どうしたろうなってことが分かれば結構できる問題があるので ぜひ、諦めずに、そこで止まらずに、できれば品種を当てるというぐらいでいいでしょう。ぜひ、トライしてみてください。それでは二十六番ですね。前回の問題で音量チェックしましょう。26。Sales of our portable printers keep increasing.A. They are popular with business travelers.B. You can find them on the third floor.C. I have a document to photocopy. というそれではこのお料理でいきましょう。二十七番、二回次い,いきますね。Number 27.You still have your receipt for this purchase, don't you?A.It's my favorite dessert recipe.B.I haven't seen him today.C.Absolutely, it's right here. では二回目いきましょう。 Number 27. You still have your receipt for this purchase, don't you? A. It's my favorite dessert recipe. B. I haven't seen him today. C. Absolutely, it's right here. You still have your receipt for this purchase, don't you? これはいいでしょう。 p 発音しません。receipt です。receipt。レシートを持ってますよねってことですね。そこだけで十分です。まあ、この購入品の for this purchase。purchase っていうのは購入品ですね。で、どうしたと購入するっていう意味になりますが、ここでは名詞です。t h i s が付いてるんで、名詞ですね。さっき言ったように、難しい語彙の中でも、品詞がわかるといいですね。で、最後のどんちゅは無視です。これは。深木文文なんで無視してください。まあ、クエスチョンがあるよということだけわかればいいでしょう。 だから、この購入品のレシートを持ってるよね、ということですね。で、ABC こう言ってましたね。A が、It's my favorite dessert recipe.B が、I haven't seen him today.C が、Absolutely, it's right here. なので、答えが C になりましたね。もちろんです。Absolutely っていうのは、もちろんですって意味ですね。もちろんです。ちょうどここにありますよ、ということですね。C が答えになりました。ちなみに A は、デザートレシピ。まあ、デザート S2 つですね。一応書いておきますね。デザートのレシピ。 このレシピっていうのとレシートがちょっと音声で引っ掛けに入ってますね。音声フェイクになります、これが。そして B の I haven't seen him today 今日まだ彼を見てませんよっていうのは音声フェイクになってないし内容フェイクにもなってませんね。なんで B はそこまで難しくないですね。すぐ削れるということでした。音声フェイクに引っかかんないように気をつけてください。このレシートとレシピでした。大丈夫ですかちなみに absolutely っていうのはもちろんという意味ですがあの結構イギリス英語で使われますね。 映画ととか見るるよくく言言ううう。んでででですす。ね。ね、ね、ね、ね。ここのの葉ははははイイギギリリスス人英英語語今ももど使われてきてききいずですおそらく、ね、では次二十八番いきましょう <Number> 28。When will the archaeological team return from their fieldwork?A. A team of ten researchers.B. They'll transfer in Tokyo.C. Around five o'clock. Number 28. When will the archaeological team return from their field work? A. A team of 10 researchers. B. They'll transfer in Tokyo. C. Around 5 o'clock. When will the archaeological team return from their field work? これはもう whenwill でいいでしょう。この2語で十分かなと思います。いつ帰ってくるのってことですね。まあリターンがあるんですけどね、一応ね。まあリターンいけるでしょう。なんとか。ただこの archaeological っていうのは難しいですね。archaeology っていうのは考古学です。で、考古学のなんで、このールがつくとね。archaeological で考古学のチームということですね。考古学のチームがいつ帰ってくるのどこからっていうと from their fieldwork。現地調査からということですね。まあフィールドワークでもいいでしょう。カタカナ英語ですね。 で、ABC 超えてましたね。A が A team of 10 researchers.B が They will transfer in Tokyo. そして C が Around 5 o'clock。なので、答えが C でいいでしょう。単純な問題ですよね。ここさえできれば。ただ、ここでポイント3で書きましたが、この a r c h e o l o g i c a l で止まってしまうとまずいかもしれません。問題なのは、ここは大事ですね。まずね。いつっていうところと、まあ、帰った。ここでいいです。で、このチームっていうのは聞き取れば、これ名詞の塊ってわかるので、 ここだけでもまあ十分かなと思います。さっき言ったように、この品詞さえ分かればいいかなと思います。まあ一応今回覚えててください。このアーケオロジカルっていうのが古学のということです。書いていきますね。ということで、アーケオロジー、古学、そしてアーケオロジカ考古学のということでした。大丈夫ですかでは、29番行きましょう。Number 29 I have another item to add to the meeting agenda.A It was really relaxing. B. It's a 30% discount. C. Ben's organizing this meeting. Number 29. I have another item to add to the meeting agenda. A. It was really relaxing. B. It's a 30% discount. C. Ben's organizing this meeting. とということでした。ちょっと今回は、えー、この問題を書き取ってもらいますね。もしペンと紙があれば書き取ってください。2回流します。行きましょう。では <Number 29. S 3> I have another item to add to the meeting a g e n d a I have another item to add to the meeting agenda. ということで、こう言ってましたね。I have another item to add to the meeting agenda. これは、アイテムっていうのがちょっと難しいんですけど、ここでは項目っていう意味です。あの話し合う項目とかの項目ですね。なぜかというと、ここにミーティングアジェンダってありますね。これは会議の議題。アジェンダっていうのは議題ですね。だから、会議のその議題に追加する、アド、追加する、 アイテムがありますよ。まあ、項目がありますよということですね。話し合う項目が。ちょっとこれが難しかったかもしれません。アイテムっていうと、なんか、なんとなく、グッズね。商品とかのイメージが強いんで、グッズ。強いんで、ちょっとね、この辺が難しかったかもしれませんが、ABC こう言ってましたね。A が、It was really relaxing. それはとてものんびりさせます。させてくれます。そして B が、It's a 30% discount.30% オフですよと。そして C が、b e n s organizing this meeting. ということで、便がこのミーティングをオーガナイズ。まあ、企画してますよというのが一番いいでしょう。ただ、便に言ってねということですね。おそらくね。裏の意味は。だから答えが C になりました。今回はこのアイテムっていうのとかアジェンダっていうのがなかなか難しかったかもしれませんが、まあ、何かを追加したいんだよということですね。追加したい。で、ここでちょっともしかしたら商品って考えちゃうと、このディスカウントで引っかかってしまう可能性があります。 二十九番は結構難しかったですね。今のところ一番難しいのは二十九番。だったかもしれません。できました。か？それでは次の問題いきましょう。あと二問頑張ってください。<Number> 30. Would you like to try the chicken or the beef curry?A. I'll pay with a credit card.B. It's too heavy to carry.C. Is there a vegetarian option? では、二回目行きましょう。 Number thirty. Would you like to try the chicken or the beef curry? A. I'll pay with a credit card. B it's too heavy to carry. C is there a vegetarian option? To yukoto kya Would you like to try the chicken or the beef curry? But curry so そして ABC こう言ってましたね。A が I'll pay with a credit card. クレジットカードで払います。違いますね。なんとなく内容でフェイクに入ってますね。そして B が It's too heavy to carry これは carry です。あと A の間のとですね、carry。こっちは carry です。あです、完璧に。なのでこの発音でちょっと引っ掛けに入ってますね。なんで音声フェイクです、これは。音声フェイク。大丈夫でしたかそして答えが C です。Is there a vegetarian option? Vegetarian ョンはありますかということですね。 まあ今回難しいのはこの内容も音声も入っててしかもこのクエスチョンに対してクエスチョンで答えるというものですねちょっと難しかったかもしれません29番に引き続き難しい問題がありましたねできましたかではラスト31番いきましょう Number 31 Didn't Mr. Henderson cancel his physical exam today?A I can't access the online schedule right now B usually for an hour c what's the number for the pharmacy number thirty one didn't mr henderson cancel his physical exam today a i can't access the online schedule right now b usually for an hour c what's the number for the pharmacy. ということでした。結構難しい単語がありましたけど、できましたかまずこう言ってましたね。Didn't Mr. Henderson cancel his physical exam today? まあ、これはね、didn't があるんで、これ否定疑問文から始まってますが、前説明したように、この否定疑問文は無視です。単純に何とかじゃないのって意味なんだけど、あの、何とかですかでもいいです。なぜかというと、答え方一緒なんですね。あの、Didn't you eat? 食べてないの ?Did you eat? 食べたの同じなんですね、答え方が。Yes だったら、 食べた。脳、no、だったら食べてない。なんで、そんなに難しく考えなくていいです、これ。否定疑問文は。で、内容を見ていくと、このヘンダーソンさんは、キャンセルしましたか彼のフィジカルエグザムというのは健康診断です。健康診断。健康診断はメディカルチェックアップでも構いません。これでもいいですね。メディカルチェックアップ。そして、ABC を超ってましたね。A が、I can't access the online schedule right now.B が、usually for an hour. そして C が What's the number for the pharmacy? なので答えが A になりますね。今現在はこのオンラインスケジュールにアクセスできませんよと。つまりいろ返せばわかりませんよということですね。B の Usually for an hour というのはいつもは1時間ぐらいですということなんで時間聞いてないのでこれは答えじゃないですね。そして C の What's the number for the pharmacy? これは薬局の 電話番号何ですかなんとなくこのね、フィジカルエグザームっていうのと、健康診断っていうのと、薬局っていうのが内容フェイクに入ってますね。なので、引っかからないようにしてください。答えが A でした。まあ、この問題もあの、キャンセルってあるんで、キャンセルは結構簡単な単語ですね。今日のエグザームは分かりますね、おそらく。そういう単語から、このスケジュールっていうのが分かればいいかもしれませんね。スケジュールにアクセスできませんということがね。ちょっと難しかったですね、やっぱりね。最後の3問はやっぱり、 なかなか難しい問題が揃っていました。え振り返りましょう。31番が、まあ、健康診断という単語出てきましたが、まあ、それよりもこのキャンセルとかで導き出しましょうということですね。スケジュールとかキャンセルとか。え30番が内容フェイク、音声フェイク、両方入いてました。結構難しい問題でした。29番がまさにこのアイテムが難しかったですね。このアジェンダとかね。この辺が難しい。さすが最後の3問だなという感じがしましたえ。28番が、まあ、これは問いたい問題ですね。ウェンとウィルがあればできるということですね。 27番も比較的簡単な問題でしたね。なんとか取りたい問題の一つでした。さあ、これで30段終わりました。えー、次回は新しい教材に入っていきます。新しい公式問題集に入っていきますので、次回からも頑張りましょう。で、さらに、今までやった30段すべて、あのー、ちょこちょこ復習してみてください。もし時間があればね、あの毎日英語を聞くことが大事なので、特に TOEIC で600点以上目指している人向けに配信してますので、ぜひコツコツやってみてください。それではまた次回お会いしましょう。小川チャンネルでした。失礼します。 最後までご視聴いただきありがとうございました英語学習や留学のカウンセリング、英作文添削も行っていますぜひホームページをご覧ください